エンパワーフィールドアットマイルハイはアメリカ合衆国コロラド州デンバーにあるスタジアム。スタジアムの愛称はデンバー市の標高が5280フィートでちょうど1マイルであることに由来する。旧称インベスコフィールドアットマットハイスポーツオーソリティフィールドアットマイルハイブロンコススタジアムアットマイルハイ。通称マイルハイニューマイルハイマイルハイスタジアム。 ナショナルフットボールリーグのデンバーブロンコスの本拠地である。かつての本拠地の9マイルハイスタジアムに代わるスタジアムとして2001年に開場した。9マイルハイスタジアムの伝統を受け継いでおり、対戦チームにとって最も難しいスタジアムの一つとなっている。コーチでの試合の難しさとファンの声援の大きさを鑑みると、本スタジアムは NFL の中で、 最も本拠地としての優位性を持っていると言われている。会場以降、デンバーブロンコス、メジャーリーグラクロスのデンバーアウトローズ、メジャーリーグサッカーのコロラドラピッツの本拠地となっている。また、多くのコンサートが開催され、バラック・オバマが民主党の大統領候補に選ばれ、大統領指名受諾演説をした、際の民主党全国大会会場としても使用された。クアーズ・フィールドや、 ペプシセンターと並び、デンバーのスポーツの中心地である。スタジアム建設中、デンバー市長のウェリントンウェップは、スタジアムの命名権の売却に反対した。しかし、この時点で、すでに AT&T、ジャナスキャピタル、インベスコファンドが、パートナー候補となっていた。フレンズ・オブ・マイルハイと呼ばれる市民グループが、ファンが救命賞を好むか、 企業スポンサーがついても構わない課調査を行ったところ、週の収入が8900万ドル分失われる可能性があるにもかかわらず、70%がマイルハイの名称を維持することを希望していることが判明した。多くのファンは企業名がスタジアム名になることに反対し、以前のスタジアム名であるマイルハイスタジアムと同盟を望んでいたものの、 最終的にインベスコファンドが命名権を取得することになり、インベスコフィールドアットマイルハイとなった。会場当初、デンバーポスト氏は当初、インベスコのラベルを使用することを拒否し、数年間は、マイルハイスタジアムと呼んでいた。2011年8月、インベスコファンドが契約切れに伴い、スポーツ用品販売業のスポーツオーソリティが、 年間およそ600万ドルの25年契約で命名権を譲渡し、スポーツオーソリティフィールドアットマイフハイの名称に変更された。しかしスポーツオーソリティが2016年に連邦倒産法第11章適用申請後も、スタジアム名が残り、2018年1月にスポーツオーソリティの名称は削除。同年6月、運営者で暫定名称として議決された。 2019年9月、退職金記録制作企業のエンパーアリタイアメントとの命名権契約が成立し、エンパーフィールドアット、マイルハイとなった。スタジアム内部本拠地マイルハイスタジアムが開場してから50年近くの月日が流れた1990年代、終盤、ブロンコスは新スタジアム建設を希望するようになった。1998年11月3日、 地元六軍で住民投票が行われ、新スタジアム建設計画が承認された。これにより、地元住民には10ドルあたり1000との特別消費税が課せられ、それをスタジアム建設資金の一部にすることとなった。1999年8月17日に寄港。マイルハイスタジアムの隣に2年かけて建設された新スタジアムは2001年8月25日に、 NFL プレシーズンゲームで会場した。2001年9月10日には、マンデーナイトフットボールで、初の NFL 公式戦が開催され、ブロンコスはジャイアンツに31から20で勝って、初戦を飾った。9マイルハイスタジアムは翌年春に取り壊され、跡地は新スタジアムの駐車場となった。開場以来主に、アメリカンフットボールやサッカーに使用されてきたが、2005年には、 MLL オールスターゲームが開催され、翌2006年からは、MLL 新規球団デンバーアウトローズの本拠地となるなど、ラクロスも多く開催されるようになった。スタジアム正面、ありがとうございます。